けで一番好きな娘、今年中の娘盛りを、なぜ異郷の街に捨ててゆくの。ワンワンワン、おふみちゃん、おふちゃん、おふちゃん、ワの前でよくもそんなことが言えたもんだ。大学を出たのは誰のおかげだと思ってるんだ。お父さん、その神々に言えた。お前が甘い口を聞くから、こやつ。仁吉や、よく考えておくれよ。三木屋部屋と違うんだよ。ご本人なんだよ。ご先祖から伝わった伝授伝だったら一体誰がお守りするんだ。明治、約束が違っとる。卒業したらきっとうちのことをやりますと言ったのは誰だ。それを忘れやがって今になってまた東京さ出ていくととんでもないことだ。お父っつぁん、俺は目の黒いうちは勝手の真似はさせんから。そりゃあの大学校まで行って今さら旗村の主になるのは嫌だろうが、近頃じゃ東京へ出たってすぐ商売なんかありゃせんていじゃないかな。仕事ぐらいいくらだってありますよ。東京は広いんですからね。いけねえと言えば何て言ったっていけねえんだ、バカ者め。何というろくでなし野郎だ。もう無一人で乱暴物たちが渡る遠州森の石松の森の石も。皆さんお疲れさん、お疲れさま。癖の悪い野郎だ。こう調子やっちゃっちゃ今夜来てくれる女の子に申し訳ねえや。へえ、まるが会ってくるんだね。おお、さみさみ。ああ、来たね。あら、火がないじゃないの。ねえ、急いで持ってきておくれよ。はい。うんと持ってきておくれよ。消えちゃって子供ができなくなると入ってからレコに叱られますからね。あら、嫌だ。お前さんなんかもっと冷やすといいんだよ。小室でののぼせ方はどう。まだ暑いんでしょ。まあいいやらしい。あの人に断ってからにしてちょうだいよ。あら、まあ、おっしゃいましたかね。ここでは本当に話してくださったの。うん、ねえ、それでどうだった。ねえ、旦那さんはどうおっしゃいまして。裏へおいでよ。おい、姉さん姉さん、風呂場とかや、風呂場。はい、ご案内いたします。どうぞこちら。
どうでしたの？ダメだよ。ダメ、うん、私みたいな弟子と一緒にできないっておっしゃるんですか？そんなこと言えるかい。じゃあどんなお話をしてやったの？駆け落ちみたいな真似はしたくないんだよ。それじゃあ向こう行ってすぐお金のことなんかで困っちゃうからね。それだけ高専と東京行ってお前が連れて行くことはなしにしておこうと思ったんだ。そして事実を見て話そうと思ったんで、それをやらせないんで親父の後をやるってさ。ねえ、どうしたらいいんでしょう。まあもう少しの間親父は服の気持ちも解けるまで待つんだね。それよりじゃあ、ね、それはできませんわ。なぜ？なぜって、私もう一月も経てばみんなに分かってしまうんですもん。え、そんなに？ええ。でもご主人やおかみさんに何もかもお話ししてしまったら、まあができる、喜んでくださるかもしれませんわね。喜ぶくらいだったら僕はあんまり苦しみはしないよ。ケンさん、あんたが悪いんだわ。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 ねえ、仕方がないじゃないか。ねえ、私、あんたと別れるくらいなら死んでしまうわ。お願いです、私を東京連れてって。ね、それはダメだって言ってるじゃないか。すぐ金に困ることは分かってるんだ。親父の金は持ち出せないし、僕が持ってるわずかばかりの金じゃ。でも、あんたが働いてくだったらいいでしょ、ね、そんなにすぐないよ。じゃあ、辛くは。そんな体ないじゃない。あれもダメ、これもダメって。あんたは私と一緒になる気がないんでしょ。バカ、何言ってんだバカ。そうだわ、そうだわ、それに違い、それに違いない。おふみちゃん、おふみちゃん、お呼びでございますか。お前この人知ってるんだよ。よく見てもな。どうだい、お前俺が分かるかい。俺は村上の叔父だよ。おい、浅草の村上だよ。お前覚えてるだろ。いや、さっきね、お前の姿を今旦那に聞いてみたんだが、やっぱりお前だったんだな。実はね、旦那、こいつのおふくろっていうのは、あっしの義理の妹でしてね、一緒に旅回りをしてたんですがね、清本に踊りがうまくて、友人だったよ、出だしたらね。ただ、ちょっと男にこれっぽいのが傷でね、旅先で変な男と一緒になって、こんなのができたっていうわけなんですよ。おじさん、余計なこと言わなくてもいいわ。旦那様は何もご存じないのに。いいじゃない、他人じゃない、おじさんだよ。あら、おじさん、今も旦那に、お願いしたんだがな、おめえも一人ぼっちでこの母性だろうから、俺の一台入れて連れて行こうと思うんだが、おふくろに似ておめえも芸達者になれる
子をこれは睨んでいるんだ。俺の目に狂いはない。どうだ、不服はねえだろ。いいえ、私はここにおりますわ。ごめんくださいませ。おい、待てよ、ちょっと話があるんだってば。おい、おふん、やっぱり年寄りは若いものにモテんな。だが、それは怖い感じですな。天下、住むと遅れて。今晩泊まった芸人の親方、私のおじさんだった。死んだお母さんはそう言ってたわ。あの人は私なんか売り飛ばしかねないような人間だって。おじさんったら私を連れてくって言うのよ。もうダメだわ。ねえ、ねっぱ、興奮してるんだね。少し横になった方がいいよ。私これから二人きりでやっていくんだと思ったら急に泣けちゃったの。僕も東京出たらすぐ仕事を探して働くよ。しっかりやってちょうだいね。うん、いいと思う。大丈夫だよ。一日中片付かなくて困ってるじゃないのさ。あの人たちいつまで置いとくつもり？困っちゃうわ、本当に。あんなインチキの部屋に二組の夫婦もがいられるかどうかあんた考えてごらんなさいよ。だってお前、仕事が見つかったらすぐ引っ越すって言ってるじゃないか。元気さ、まあ、しばらく仕事も探さないでさ、かわいそうにお兄さんばっかりどっち使って。ねえ、あんた、今日は言いなさいよ、はっきり。勉強してるからいけないのよ。うん。奥さん。不人情なこと言わないで、もう少し置いといてごらんなさいよ。まあ、ゆうしさん聞いてたんですか？やめました。でも本当に困ってるのよ。物価は上がる一方だし、この人ったら6年も勤めてしても月給上がらないんですもんね。もっともあんた方のようなしがねえ暮らしをしてるサラリーマンが呼吸中の中に転がり込まれて迷惑だろうからね。まあ、ひどい。誰でも仕事がねえときは困るもんだからね。本当にそうですよね。もう少し買っといてごらんなさいよ。犬じゃありませんよ。犬は税金取られるってね。商売商売。じゃあパパちゃん、言いなさいよ、ケンキさんに。はっきり、分かったわね。ね、君。よ、お帰り。疲れたろ。安心だね。いつも時間通りに帰ってくるんだね。タバコ持ってる？
君は帰りにバーなんかやったことないのか？ないよ。偉いな。僕にはとてもそんな真似はできないよ。だから会社の覚えもめでたいんだね。もうじき勝ち寄ってるとこだな。羨ましいね。それからすぐに支店長、重役。おい、おもれよ。いや、それほどでもないよ。君。うん。お、これ食べな。ねえ、君。ちょっと話があるんだけど。え？何か用？君。この部屋、割合に住み心地がいいだろ。ああ、いいね。よかったらいつまでもいたまえ。僕の方はちっとも構わないんだよ。すまない。だけど申し上げなくちゃ、随分迷惑かけたからな。うん。そんな遠慮しなくたっていいんだよ。ゆっくり出してたまえよ。ありがとう。東京がどんなところかよくわからないもんですから。夜の人も平気で騙すんですからね。東京っていうところは本当に怖いところだ。大船の時で僕に全部お任せしましょう。あった確かな収入のうんとある店を探してあげますよ。あ、お願いしますわ。任せてください。奥さん、奥さんはこの男どうして知ってるんですか？働き口を探してました。この方にお会いしていろいろご親切にお世話願っているんですよ。そうですか。こいつはなかなか親切で世話好きですからね。あ、ちょっとすいません。おい、ちょっと顔貸せよ。いや、ボロボロで見えてやりつこうって言うんだよ。やむぶんじゃねえよ。いいから黙ってこいよ。無理なんだよ。来たら踊るじゃねえ。やむのに行くんだよ。あの助は俺の知り合いだ。変な親切やめて手引いてくれ。冗談言うなよ。どうやってごめんのお面立てられるんじゃないか。半ぐらいなせい、名前言うなよ。どうしても来なかったのか。何だ、めちゃくちゃ。あ、どうもありがとう。奥さん、とんでもないあの奴に引っかかったりしてどうしたんですか。してくださいよ。え？そうか。俺も信用してもらえないんですか？アパートじゃ評判悪すぎるからな。出来など食い物にしてるなんて言ってるんでしょ？そうでしょ？それに違いねえや。しかし奥さん、あんたの旦那どうして働かねえんだよ。あんたの周り駆けずり回らして。でも随分あの人も探したんですけど。あんたもうじきガキ産むんだってね。あ、しっけ。お子さん産むんでしょ。だから先立つものはこれ。それは分かりますよ。だが働くんなら堅いいい店で働くんだな。その方がいいぜ。お願いできまして。うん。なんなら相談に乗ってもいいけど。ありがとう。どなた様でいらっしゃいましょうか。あの手紙をいただいた賢吉の親父。まあそうでございますか。さあどうぞ。どうも。本当にお待ちしてたんでございますよ。この手はご迷惑をかけましてな。申し訳がございませんよ。いや、大丈夫ですよ。あの、こんにちは。は、いらっしゃいます。お本人？まだ帰っていらっしゃいませんけど。なんですか。あ、私が全部お知らせしたってこと、
健一さんにお支払いいただきたいのでございます。ええ、それはもう大丈夫です。どうぞ。給料は2、3日来てもらってから決めてやるよ。無理を言って本当にすいません。君みたいなぐうたらな、おてんのらない人間の世話じゃわせ、そんなら断るんだけど、おとなしそうで、だから面倒見てやるんだ。すいません、勝手なことばかり言って。じゃあお願いします。明日からでもよくしてない、はあ、ありがとうございました。働く口が見つかったと聞いた。あの人どんなに喜ぶかもしれませんわ。本当にありがとうございました。高井さんだよ。僕も随分しょうがなくて困ったもんだ。昔浅草の活動館の学士をやってたんだけど、風紀の出てやがって途端にクビになってね。あんだから面白かったな。女はじゃんじゃんできるし、月給は150円ももらってたんだから、ちょっとした会社の誇張級さ。よかったな。いろいろすみませんでした。お仕事のお邪魔をしてきまして。なに、あぶれたとお前は一晩ぐらい。ただいま、遅くなりました。おかえりなさい。これつまらないものですけど、今日は嬉しいことがありまして、前祝いですの。どうも。あなた、喜んでちょうだい。ようやく働き口が見つかりましたのよ。もう何も心配いらないわ。あら、お風呂でもいらしたのかし。俺にはそんな残酷なこととても言えないよ。何言ってるのよ。あれほど言い聞かせてたのに。言いなさいよ。あの人どっかへ出かけたんでしょうか。パパちゃん、パパちゃん、あんた何か健一さんに言葉かってるんでしょ。あら、置き手紙なんかして。健一君は国に耐えられました。まあ、ご冗談でしょ。本当ですよ。そんなことありませんわ。おからかいになっちゃ嫌ですわ。きつい来たな。何だよ、ヒ。派手に一つなんか抜けあって。さあ、来るんだ。ちょっと待ってください。支度しますから。だから投資はしねえぞ。泣けちらことしませんよ。いい加減に厄介かけるのやめたらどうだ。ねえ、おふみさん。その方が結局あんたのためですよ。健一さんったらあれしないわ。大人が訪ねてきたらまるでむしゃぶりつくようにして一緒に帰っちゃうんですもの。私本当に腹が立って一言なら悔しかったわ。ねえ、おふみさん、あんな繊維のない浮気者なんか諦めてしまった方がいいと思うわね。ねえ、すみません、私は別に誰に頼まれたってわけじゃないんだけど、その方があんたのためだと思うんだけど。ねえ、そうじゃないかしら。まあ、旦那、ちょっと頼みます。世話やかせんのよ。ね。白状な人がいるもんですね。親も親なら子も子ですよ。なんて情け知らずの胸を知らないんだ。30や50の下からで、可愛い女をっぽり出すなんて、好きじゃまともな人間にできねえ仕事だ。本当にね、私たちができない人情ですよ。
奥さん、そんなに心配しなさんな。俺に任せてくれよ。きっとケリアつけてあげるから。なんだな、みっともね、めぞめぞ泣いたりして。俺に任せたら大船に乗った気でいねえよ。よし、早く来ねえか。奥さん、お前さんにはしばらく会えないかもしれないけど、辛抱してあの店に勤めていなよ。帰ってきたらきっとケリアつけてあげるから。変な短気起こしちゃダメだよ。え、普通の体と違うんだから気持ちをしっかり持っていいね。早くしろよ。え、分かってますよ。それじゃいいね奥さん。本当に短気な真似をしちゃダメだよ。気を強く持っているんだよ。え、あ、おかみさん、税金はかからねえんだ。俺は受付のしっかり預かっておいてくれ。うん、間違いねえよな。それくらいないか。ご無沙汰します。それからコーヒーくれ。ねえ君、ふみちゃんがいたらちょっと呼んでくださいな。やっさん、僕の家はね、カフェやバーじゃないんだで。事務所長がやってるところなんだ。君みたいな人間は出入りしたくないんだね。どうしたんです旦那ガラボーに。それは私がご無沙汰しすぎたのも悪いが、だからって何がそんな剣の身を。うるさいね。僕はそんなこと言ってんじゃないんだよ。あのフミっていう子は君の言う通り田舎の本当にうぶないい子だね。実際私なんか商売だなんて考えて産婆をやってやしませんけどね。なんですよ、預け先の里親だってなんて言ったって当節は金儲け一方ですからね。真から子供が欲しいわけじゃなし、十分渡しといた方が坊やのためですよ。私なんか人間一人の命を産ませるのに神様のおぼし召しだと思ってやってるんですからね。それだけを天職だと思って喜んでるんですよ。これ、この子のお父さんが置いてったんです。50円あるんですけど。そうですか、それでお願いしますわ。ねえ、何も別れるのが悲しいじゃありません。サボーや、ちゃんとお上がり。もうお母さんのうちじゃ飲めないんだよ。ええ、今度お目合わせしますからね。本当に欲張りババタラですね。
腹が空いたって。うるさい子だね。さあさあ、いつまでそうやってても気がありませんよ。時々訪ねておいでよ。立派に育てておきますからね。お願いしますわ。私一生懸命しっかり働いて、お金ができたらすぐ迎えに行きます。坊や、坊や、おばさん、それからすみませんけど、この子の名前健太郎ってつけてくださいね。ええ、健っていう字はごんべんに兼ねるっていう字なんですの。ようござんすか。さあ赤ちゃん、お母ちゃんにさようならをするんですよ。はいちゃい、はいちゃい。坊や、それから助裁もないでしょうがね、この子をしぼしにしたくなかったら仕送りはきっとお願いしますよ。ようござんすね。さあ坊やおいで。これから先どうすると思うんだ。
ねえ、大きくなったのよ。男の子で、とっても可愛いの。おいおいおい、キャッツだよ。何よ、やきもち焼きねえ。おみちゃんのご亭主。あら、いっぱい検事よ。間違えちゃいけませんよ。どうしてこんなひょっとか私の亭主じゃないわよ。あんたが私のご亭主よ。でも私は下手ないね。大抵の男はすぐ女に手をつけるのにさ、女房にしようともしないでついてる気持ちが分かんないね。それはあなたちょっと僕みたいに大学というところを出ていないと分かりませんよ。冗談じゃないよ。ねえ、一体どういうつもりなのさ。お前は一人で置いてるのは心配だからよ。嫌にご親切ね。お前さん親切そうにして
私に手をつけないからって。私が惚れてでもいると思ったら当てが違うよ。ちょっと変な口ですね。誰が手なんかに惚れるかって。なぜ手をかけてやるって言うんだ。少しは恩に来てみろよ。やだよ。もう男なんかコリコリだ。お前さん、何か訳があって私に親切にしてんだろ。二度と男には惚れないからね。まあ、諦めた方がいいでしょうよ。うぬぼれんね。ここでも殺しちゃったんで、どうにも手が出ねえや。だからさ、私がもう一度女給になろうと言ってんのに。バカ野郎。てめえを女給にするぐらいなら、何もこんな苦労しやしねえや。おかしいと思うんだろ。それが畜生の浅ましさだよ。うまいうまい。本当に久しぶりだ。うまい。もっとあげてよ。えい、大将。えい、どうせちゃんあげてやってきんだ。えい。あれだれだけどにゃす。おじさん。えい。死んだおふくろがそう言ってたわよ。あんたって人は私なんかをどっかへ売り飛ばすような人だったでしょ。バカなこと言うなよ。計算が悪いんじゃないか。旦那、あたし売ってちょうだいなってね。あれでもあんじゃないかな。よしよし。よしよし。無事にしますか。はい。ちょっと。よし。うん。おめえ、工場が少し行けるんだっけな。はい。何言ってやんぜ。失礼なこと言うなよ。どうだ、二人で漫才をやったら腰元工業から弟子一組引っ込むこうと思ってる。先出すものがねえんだろ。黙りね。どうだ、やるか。それは話によったらやってやってもいいぜ。おめえどうだ。その辺が私たちのオチかもしれないね。おまけに相手がよくさんとくりゃ、上わつらい向きだよ。おかしなとこで持ち上げんね。おじさん、この男とは変に馬なうところがあるんだよ。いや、そうか。うん。また。さあ、一杯行こう。おめえたちなら、安く買い殺しにできるからな。じゃあ、おい、おめえ。知りませんね。お、知りませんか。あ、この天山ですよ。おや、どうして袋天、押してかけた。なかなか筋がいいや、よっさん。ん、しっかり本物だよ。なっちゃいけないよ。あんたは大体人間のお仕事で、漫才みたいにできているから、そこで。えんちゃんね、そういうお前を箱入りで、細かいお嬢さんってどれぐらい。これでもね、少しひねてるけど、立派なお嬢さんさ。そうかと思うね。おかえり。おかえり。おかえりなさい。おかえりなさい。もらってきたね。何を。坊やだよ。坊や。あら、うん、坊や、うん、やったね。すごい、かわいい坊やだ。嬉しいわ。でも、いくつ。そんなに大きくなってるのか。自分成長だったな。植木みたいに言わないでちょうだいよね。これはかわいい、上出来だよ。どこどこよくできてるね。やだよ、みんな、シナモみたいにして。そんな方がいいよ、お手手つないでなんて。坊や、これからは母ちゃんのそばにいられるんだよ。嬉しいだろ。さ、キシャポッポなんの。坊や、キシャポッポ知ってるかい。ここにいるおじさんたちと一緒だよ。みんなろくでなしのあぶれもんだけど。おい、ひどいこと言うなや。坊やをうまく遊ばしてくれるよ。そう、
もう時間がねえよ。もう2階の列を、2階までいいな。荷物の方はいいな。もうご覧も捨てしたご覧だ。綺麗にやるもんだよ。こんな約束なら来るんじゃなかった。芸人と捕まえて牛だと思ってやん。おいおい、こんなところで中休みされちゃ困るじゃねえか。言うことまでに声が入らなかったら商売にならねえ。やってくれ、元気出して。静止者だね、親方。舞台の方はこなせるが、車力の後押しなんぞ、あっしは自信がねえんですからね。何しろ、今朝から餌にありついてねえんだから、てんでん動きやしねえ。贅沢言うなよ。あんな不意理じゃ生きて出てこられたのが不思議なくらいだ。日の前まで行きゃ、あったけえ飯や、色っぽいところが待ってやってるもんだ。元気出してやってくれ。ほら、坊や。うまいだろ。キャラメルだよ。生まれてからこんなもん食ったの初めてだろ。ふざけちゃいけないよ。あたしは一月だって里口を欠かしたことありゃしないよ。冗談だよ。ほら。兵士は一台減ったもんだよ、まったく。お天道様をコンコン照ってるのに。おまんまが食えねえた。夢にも思っちゃいなかったよ。そうだ、まったくだ。ほらもうこんな一年に付き合っていられねえ。町行ったらすぐドローンだよ。とんけなことというもんじゃないよ。あの萩原で食えたらまた揉めるじゃないか。これだけの顔ぶれが抜けたら村さんがやろう。さぞ慌てる食ったろうで。ぼつぼつ行こうか。ああ、またチェックか。あんまり寒い中を引っ張りましたから風邪でも引いたんじゃないかしら。え、どれ。ね、あ、少しあるな。
どう思っても、おめえはあの元気って男と一緒になる方がいいと思うんだ。どうだい、もう一度考え直してみちゃ。いくらお前さんがそう言ったって、私はそんな気はみじんもないんだから、しょうがないじゃないの。わかんねえ女だな。おめえのためじゃねえ、坊やのためだと言ってるんだよ。そりゃ意地もあるだろうし、恨みもしてるだろう。しかし世の中は何つったって金だ、金だよ。やだよ、今になってバカバカしい。そんな荒っぽく出ねえで。くどいよ、お前さん長い間私と一緒に歩いてりゃ、私の気持ちぐらい大変わかってるはずじゃないの。もうあんな野郎のことなんか喋らないでもらいたいね。それじゃねえか、どこうろついていたんだ。怪物は詰めかけるし、幕は上がらないし、始末に追いやしねえ。すみません、すみません。何しろ、キラキンの車もつかねえような始末で、ひときたとちっちまったもんですからね。すみません、すみません。早くやっておくれ。おう、どうだよ、まだいけねえか。うん、だいぶ暑いんだよ。おう、よし、おう、怪物を詰めかけてるんだ。もう急いで出てくる。おじさん、坊やが病気なんだよ。病気？ひどいのかい？少し暑いな。いいよ、俺が見ててやるか。何しろ、急いで出てくれ。もう客が湧いてるんだから。大丈夫かしら、お医者に見せなくて。ああ、大丈夫だよ。今、治療会にやるか。おい、後ろに早く開けろ。お親父の連中、早く早く。
んだ、お文の船を刺すようで、で、手は冷たくて仕切るのでした。あなた？お文。お父様がどうしても一緒にしてくださらないのでしたら、いっそ人を殺してちょうだい。お文。罪もないお前にまでこんな苦労をおかけ、堪忍しておくれ。あなた、やっぱり私は死ねませんわ。私が死んではお腹の坊やがやむからやむ。坊や、いくつになる？そんなって、よつきやで。お芝居よ。あ、あなた。おふみ。あなた、お願いです。私を東京へ連れてきてください。ねえ、お願いです。お願いです。東京へ？ねえ。よし。ちょっと。村上さん、ご無沙汰しました。随分ご苦労になった。そう、こっちへ黄金の。今度は泊まってくれないんですか？なんとも言ってこられないので、どうなったのかわからない。泊まるなのって、騒ぎじゃないんですよ。ご難続きで全く手も足も出ねえ。今日の六日目に贅沢で、今夜もこの楽屋へボロ寝っていう始末でさ。
若旦。お前さんの子供ですよ。え？おふみはこの一団にいるんですよ。漫才をやってね。え？僕今知ってたんですか？いえ、たった今見て驚いたんです。そうですね、若旦那。すいません。随分おふみもプロ。すいません、僕は悪かったんです。卑怯でした。今あまり変わったおふみを見て僕悪いと気がついたら、おふみを何とかしてやってくださいよ。子供を抱えてこんなろくでもねえ暮らしをしていちゃ死亡死になりますわ。やります。僕でできるだけのことはきっとやります。その言葉を聞きゃおふみも喜ぶでしょう。本当にあっしはちょっとひどすぎやしないかと思っていたんですぜ。今度来てよくお前さんの腹を聞いてみたいと思ってたんです。すいませんでした。ねえ村上さん、今夜皆さんで家へ来て泊まってくださいな。お金の心配なんかありませんから遠慮なくさせてください。そうですか。それはありがとうございます。そうしていただければみんな大助かりですよ。これはいけない。あと少し高くなった。いや、悪いんですか。え、それは大変だ。そうです。そうですか。大助かったり、高かったりですみませんね。入っていきましょう。みんな、あんまり。いってらっしゃい。どうしたのかしら。今宿屋の若旦那って人はお医者に見せるって連れてったわ。宿屋の若旦那。ええ、そうよ。おふみ、坊や、大変悪いんだよ。ねえ、おふみ、まあ、落ち着いて座ってくれ。話があるんだ。いいえ、何でも聞きたくないわ。わからないこと言うもんじゃねえ。お医者様は動かしちゃいけねえと言ってるんだよ。それにも若旦那ご親切にも、みんなを止めてくださおってんだよ。ねえ、おふみ、僕の場合送るのはいけないって言うなら、おふみが死んでかせるといい。ねそうしましょう。だからこと言うもんじゃねえ。こんなメスがあるのに、表なんか連れ出したら大変だ。坊や、いい子、もう上がれ、上がれ。どこ？どこの部屋なの？すぐ奥へ掃除してくれ。ぐずぐずしないで。
旦那もおかみさんもみんなお達者。あ、隠居して松本の方にいるんで。目を振り。それで今、あんたがご主人ってわけね。おふみ、僕を許してくれよ、ね。ずいぶん苦労したろうね。みんな僕はいけなかったんだ。ね、許すと言っとくれよ。ただ許すって言えばいいの？そんなことぐらいあげるわよ。そんな皮肉なこと。皮肉じゃありませんよ。あんたがそう言えって言うから言ってるだけよ。僕はどうすればいいんだ。ね、言っとくれ。今さら何をしてやろうっておっしゃるんでしょうね。僕でできることなら何でもやるよ。ね。うるさいわね。燃やして。ねえ、若旦那、私は芸人なの。だから私と遊ぼうって言うんだったら遊んでもいいわよ。ねえ、面白く遊びましょうよ。ちょっと失礼。この通りみんな連れてきましたか。お願いします。何もお構いできませんけど、どうぞ。地獄で仏だよ。ええ、ありがとう。もう大丈夫。まだ起きてたのか。寝なよ。
変毒だぜ。ええ。レオ君、坊やとっても調子がいいんだってね。僕は昨夜一晩中寝ずに考えたの。ね、僕と結婚してくれないか。昔の味がしたいんだよ。ご冗談でしょ。そんなこと怪した方がお得でしょ。もっと立派な金持ちのお嬢さんと結婚なったらどう。僕はあれからずっとお前にすまないすまないと思い続けてきたんだよ。そう、10円ポッチのお金で私を放り出した人がね。分かってるよ。もうそれやらないでくれよ。だから僕はその償いがしたいんだ。なんだか本当みたいね。私がこんな面白い女になってるもんだから、あんた新しい興味を持ち出したんじゃない。そんなバカなこと言うもんじゃないよ。ねえおふみ、坊やのことも考えてみておくれ。おやおや、坊やを稼ぎ、また私を引っ張ろうっていうのね。そんなこと。雰囲気だもんね。ねえ、もうそんなに苦しめないで、僕の気持ちも少しは差し止めて。あんた勝手に苦しんでんじゃないの。お前の許してくれない気持ちもわかるけれど、どうしても結婚してくれないって言うなら、せめて坊やだけでも引き渡してくれないか。嫌ですよ。坊やができるのはよく知っていながら、見向きもしないでいった人なんか、坊やにとっては父親でも何でもない人ですからね。ねえおふみ、よく考えておけよ。坊やお前のそばにいる方がいいか、僕が引き取った方がいいか。ねえ、坊やをお前と一緒にいたら一体どうなると思う。そうね、大きくなったらまた私のように漫才師にでもなるでしょうよ。それとも不良にでもなって、たびたび警察のご厄介になるか、坊やがどうなろうとふといてちょうだい。ケンさん、本当にあんた坊やを育てていこうと思ってんの。ああ、本当だと思う。そう、じゃあよく聞いてちょうだい。私あんたのことは何とも思っちゃいないのよ。だけど坊やのことを考えると。おふみ、違うわよ。行きたいけどダメなの。なぜ、どうしてさ。私には惚れた男があんの。ヨシさんってね、一座で一緒に漫才をやっている人。ぐれたものはぐれた同士、苦労した者だけが知っている情けがあんのよ。私はそれが欲しいの。あんたみたいなお坊ちゃんにはとてもわからないことさ。雨漏りの鶴楽屋で衣装を引っ掛けて寝て、大事な坊やに風邪をひかしたり、お菓子一つ満足に買ってやれないようなあんな一座にいるよりは、
そりゃあんたのとこ行った方がずっと幸せだってことは私だってよく知ってるわ。でももうダメよ。ねえケンさん、分かってくれた？分かったらさ、もう行ってちょうだい。行ってちょうだいってば。おい、ちょっと顔貸せよ。なんです？まあいいから。なんかよ。なんで？なんだってね、今になって。こうやったって言えんのいいから、ちょっと来いって、しばらく話は分かんないよ。なんで？なんで？来いでよ。来いでよ。何してくれよ、この野郎。あの、旦那、来てください。あの、どうしたの？どうしたの？なんだ？なんだよ。乱暴なことあれしよ。いや、でも、ひえ。てめえみたいな、ご処分のやつは嫌になったよ。何がさ。そうじゃないか。そんざん苦しめられたこいつに、しかし一つできねえだろう。こんな人、私は問題にしちゃいないよ。大きな口を聞くなよ。偉そうなこと言ったってめえこいつに惚れてんだろ。嫌なこと言ってもらいたくないね。こいつだけ取るもんだけ取ったらどうで。おめえが嫌なら俺が取ってやろうか。私はこんな人からビタしももらう気はないよ。変に気を忘れんでおくれよ。せな。おい兄さん、こいつを根を買ってもらいたいばっかりに今日も指一本触れずに来たんだ。こいつは名前優しい芸当じゃできねえぞ。おい、買ってくれんのか、買ってくれんのか。よっしゃ、危ないじゃないか。ついてくれんのか、聞こえてるかもしれない。おじさん。おい、どうだい。なさいなんですよ。おじさんなわけね。来たらどうだい、記憶出せなわけね。どうに消したらどうだろう。よし、何とかにするんだ。ええ、やめなんか出るわけじゃねえ。よっしゃ、おじさん。よし、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 よよし、てめえにしろ。あんまり世話やかけんまいよ。てめえをもらい下げるのにどれだけ骨を折ったか。この年をして警察で米つきばったのように頭を下げるなんだ。あんまりいい図じゃねえぞ。なんて真似しやがんだ。そうかい、空大きにすまなかったな。気の毒は余計に変えたようなもんだよ。野郎、人をバカにしやがって。長い間はおとなしかったから、もうすっかり少年が治ったろうと思っていたのに、また地金を出して警察の厄介などなりやがって。これに凝って料金を改めなきゃ、俺はもう面倒見てやらねえぞ。そう思ってるんだろう。そこは凡人の頭下だ。親方の頭の悪さだよ。何だと？親方は少しこれだな。発見しやがり。おい、早くしろよ。はい。お待ちどうさま。俺はね、親方。おふみあのろくでなし野郎にくれてやろうと思ってわざとあんなトンコロ芝居打ったんだよ。分かったかい？そう、つきやがれ。あの甘それに釣り込まれやがって怒って俺を警察に突き出しやがった。それがこっちの思うってことだ。てめえ、そんな綺麗な口を聞きやがるけど、おふみに首ったけじゃなかったのか。ごまかすね。ってことは言うね。何も俺を許してくれ。何も俺を僕、俺みたいなヤクザもんにしたことはなかったんだ。親のねえガキなんて、てげえ俺みたいなヨタもんにでもなるのがおっちゃからさ。ろくでなし野郎でも金は腐るほどあるしさ、そばへ置いとけばきっと幸せになると思ったからよ。嫌にまともな人間らしい口を聞きやがって。ほら、坊や、面白いだろう。ねえ、だるまさんの。無理の人だからねえ。あ、じゃあですな、おっちゃん。さあ、こっちも書こう。うまいねえ、坊やぼ。ジュージュージュッとねえ。あ、じゃあ、ねえ、坊や、このだるまちゃんのお目目を終えたのはね、
坊やとお母ちゃんがお家へ帰ってきたからだよ。ね、ほら、だるまちゃん、ほら、だるまちゃんだって海の神だ。ボンジュー、ボンジュー、ボンジュー。ねえ、坊やの家はとっても大きくて立派でしょ。ほら、そこにあるタンスも、それからそこにある大きな金庫も、そっちにある立派なオクラも、みんな坊やのものよ。ね、坊や、嬉しいだろ。捨てた子供でもやっぱり可愛い。もう嫌味はよしとくれよ。ねえ、坊や、眠いの坊や。え、眠いの、じゃないんでしょうか。また昔のことを思い出してるね。もういいじゃないか、こうやって親子さんに幸せに暮らせるようになったんだから。違うわ、私よしさんのこと考えてたの。あんたは何にも知らないでしょ。よしさんがあんなにまでして私に嫌がらせをした気持ちを。じゃあお前には。ええ、私はちゃんと分かってたの。坊やを幸せにしてやりたいばっかりに、私に愛想をつかさせようとしてあんなことしたのよ。私が帰ってきたのはあんたの気持ちにほらされたわけじゃないわ。あんなにまで私たちのことを考えてくれるのかと思うと、私はよしさんの情けが嬉しくって。お父さんいらっしゃい。ちょうどいいところへ来てたんだ。こちらから出ているかなと思ってたんですよ。いらっしゃいまし。ほん、はい、こちらへ出て。本当によく来てくださいました。寒いのによく。松本の方じゃ、お母さんお金ありませんか。ケンタロウって言うんです。おふみが僕の名前を取って付けたんですよ。いい子でしょ。おふみもこれだけの宿屋のおかみになるんだから、しっかりやらなきゃいけないって一生懸命なんですよ。ね、おふみ、さっきもそう言ってたんだね。とうとうおじいさんになりましたね。坊や、坊やのおじいちゃまがお見えになってんだよ。え、大きい人だな。ケン、誰にとってあってそんな勝手な真似をするんだ。え、店を任せたからってそう気ままな真似は許してねえわけだ。世間が店のものに呈して恥ずかしくてわしは合わせる顔はねえ。第一に店の信用ということを考えてみろ。それは無論考えましたけれど、しかし子供まであるんですから。おふみ、おめえさんもそれくらいのことは分かってるはずだね。それを承知で入り込んできたのは何か魂胆があってだろう。
え、それに違いない。そうだろう。違いますよ、お父さん。僕が子供のために無理に頼んで産んで。このうちはな、わしが生きてるうちは、そうやたらなやつには継がせねえんだから。しかし、これは確かに僕の子なんですから。誰の子だか分かるな。とんでもねえやった。教会にな、てめえにここのうちは任せておけねえ。さあ、金庫の鍵を出す。今日からわしは帰ってきて、ここのうちをやれた。ケンさん、帰ってきてくれと言ったのはあんたじゃないの？びっくりね。あんたみたいな父親や、そんな分からず屋のおじいさんのそばに、私の大事な坊やを置いとけないわ。こんなとこにいたら、どんなことされるか分かりゃしない。ついてずかれておいぼうでね。あ、そうだ。うどんくれよ、たくさん。